吉谷さん、会社員時代にね教わったことがあるんですけども20代のうちは現場をとにかくやっておけとでそのうち体が動かなくなってくるし疲れやすくなってくるし無理が引かなくなってくるから30代ぐらいにはデスクワークで体力を使わずに時間通りに終われるようなポジションにつけっていうふうに言われましたねその会社の教え方ってすごく好きでだから20代は頑張れたし20代でやった現場の経験とかあのいろんな人との関わりっていうのを デスクの上に持ち込むことができきるんでいい30代が見えてきたなと思うわけなんですよねまあけど残念ながら今でもね40でも50でも肉体労働せざるを得ない人もいるわけですよでその肉体労働の先に何があるかっていうとさらなる肉体労働があるだけなんですよねというのが肉体労働ってどんどん自動化ができるようになってくるんですよ単純作業が多いですからでそうなるとだんだん職場には人がいらなくなってきてその残された肉体労働をしている人の競争になるんですよね そしたらさらに過酷な肉体労働が残されているよとさらに安い給料のところならあるよって感じでどんどん行きたくない方にしか選択肢が残されていないそちらの方に誘導されていって最終的には全部オートメーションですってことになっちゃうんですよねでプツンと自分の人生が途切れてしまうってことになりますんでどちらかというと越えないといけない壁っていうのは必ず出てきますんでうん何かねやっぱ越えていかなくちゃいけないかなと特にテクノロジーの壁ですよね 先日も USB にメモリーにね個人情報46万人分入れてた行政職員の方がなんかねニュースになってましたけどもあんなことをやってるから問題になるんですけどもそもそもあんなことをせずに USB なんて使わずにね私たちインターネットの専門家なんてのは USB なんて使ってないですからねだからうんその慣れてない人が結局保存媒体に USB とかフラッピーディスクっていうのをそんなね石器時代の記録媒体選んじゃうわけですよでまあここでね 私がテクノロジーをどう生かすのかなってことですけど私だったらあの即席でサイトを立ち上げてそこにファイルを格納してでそこのオープン権利 URL とパスワードを渡すってことで情報管理するかなと思いますよねそうなったらそのサイトに緊急の場合にはロックかけることもできますしサイトごと削除することもできるしなんかすごくやりやすいと思うんですけどねでしかも時間もかかんないですしねで複数にお渡しすることもできるし特定の人だけに限ることもできるし と思うんですけど、ね、USB で渡しちゃったらもうね USB なくされちゃったら終わりですしね今回実際なくされてそれがメルカリで出品されたみたいなねお笑い草ですよねうんだんだんとテクノロジーを使っていかないと選択肢は減るってことですかね選択肢の線でございましたいしま